ナッシュミュージックライブラリーは、株式会社、ナッシュスタジオが運営する、著作権ロイヤリティフリーのサウンド素材ライブラリー。別称、フリーユースミュージック。1983年にナッシュスタジオ前、代表である、ナシキヨヒナリが創業。創業当初から著作権ロイヤリティフリーの、使用許諾システムを構築し、株式会社、ナッシュスタジオが自社にて制作、供給。 管理を行っている。テレビ番組、ラジオ CM ゲーム、動画などのコンテンツ制作にはシーン、テーマにあった BGM 効果音が必要とされるため、業務仕様を前提に幅広いスタイルのサウンド素材を取り扱っている。業務用の CD として発売されるほか、ウェブサイトでのダウンロード販売も行っている。ウェブサイトでは、一般的な音楽ジャンルだけではなく、業務向けに、 カテゴライズされた用途シーン別に検索できる。大阪市北区にあるナッシュスタジオの自社スタジオで一貫して制作されている国産のオリジナル音楽ライブラリーである。キャッチコピーには選ぶ創造、ふれるイメージが使用されている。比較的安価でライセンス条件も厳しすぎないことからテレビラジオ番組はもちろんのことプロモーションビデオ CM ゲーム。 商業施設の自動放送、学習教材、アダルトビデオなど幅広く使用されている。2018年には店舗オーナーやライブ配信者等の一般ユーザー向けにナッシュミュージックライブラリーの楽曲を配信する月額制の BGM ストリーミングサービスナッシュ音楽チャンネルが開始された。2020年6月より個人での視聴を目的とした Spotify への配信が開始された。 JRA 日本中央競馬会当日、前日に行われる G1 重症出走馬の調教 VTR のイントロ及び BGM で使用。ハードオフ店内 BGM4 店内放送ジングル。ありがとうございます。